Of course he left. Oh. We'll need to hear you say that. You know what happened. I was parched. You can't blame me for stopping quick. Do Not that I go around and do things. I don't know how to kill at times, we're singing stupid songs and shut up. So like some people like to pregame if they're going out like drinking or partying with their friends. And so is Kiryu. But he's not a big drinker all the time. So what he likes to do is like get like a fist fight or two to get the blood pumping. Mush mush. You left as well. That's a motherfucking death wish. Some shit's popping off. Yuta! Kiryu 来了，快阻止他！老大现在在店里，别让日本黑帮进来！你来我就杀了你！邪门的，躲开！I'd rather him just run through all these idiots and not make me do his part. Then a sweet quick time event, whatever. This broke pretty fucking weak. Oh.
episode ends here. Fuck this guy. There's a fucking nightmare last time. その先にはいくな。どうもここにいるんだな。ユータはどうなった？あの鍵が火をつけたんだぞ。あの鍵が。ユータはこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。 Coward. So before we go in the murder hole there. Alright, good enough. I think it's a full job, right? This is all I wanted. Let me stock up and get ready a little bit. Yuta! Kiryu no aniki. Oh my god. Lo. Ore mo takumashiku natta mon de shou. Aniki no okage de. ずいぶん修羅場をくぐってきましたからね。最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすれば、もうハルトを狙う奴はいなくなります。 全部解決ですよ。なあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父。 一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの。 ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトの子供すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し
自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる。 You rate some bad。 もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。Beat the shit out of the fire with my bare hands. こんなとこでお前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ、兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。行くぞ。Let's repeat the shadow and then save him from the fire. Looking for the team there. I think I had the button pop, right? I panicked and hit X instead of A. So I think it still worked out the way it was supposed to. So I died once. I think that was the real way that you beat that. A little bit different. We got Poopy Pants face.
肉だな。最妖怪の血の掟が息子を私への最悪の資格へと変えてしまった。ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる？その通りだな。我々最妖怪は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。 And the boatman, right? だが一つだけ言っておく。 Don't fucking come back here. ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最妖怪の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは、ヒロサのおやっさ。 That smooth old man. そうだ。バカな。それじゃあの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミー・ローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬とい